今年の夏開催される東京2020オリンピックの聖火リレーに使われる聖火リレートーチの巡回展示が令和3年4月5日から阿蘇市役所ロビーで始まりました聖火リレートーチの設置は前日の午前中におよそ1時間かけて行われ展示が始まった4月5日には佐藤市長らが除幕を行いましたトーチは 長さが71センチ、重さが1.2キロのアルミ製で、桜をモチーフに製作されていて、この巡回展示は、熊本県の聖火リレーを盛り上げようと、聖火リレーが行われる県内13の市町村を巡回し開催されています。展示が始まると、市役所を訪れた市民らが足を止めて、聖火リレート地を見物していました。阿蘇市での聖火リレーは 5月6日正午から阿蘇地域振興局をスタートして、阿蘇神社までのおよそ1.8キロを12人のランナーで聖火をつなぎます。この市役所での聖火リレー当地の展示は、4月8日木曜日まで、毎日午前8時30分から午後5時15分まで展示されています。